いやー素晴らしい。すごいですね。すごいです。なんか正月が来そうって感じしますね。和の文化。和の文化ですね。心に響きますね。うん、はい、そうですね。はい、はい、お隣に座ってる方ご紹介していただけますか。はい、ご紹介させていただきます。はい、実はですね、昨日海外から、うん、帰国されたばかりなんですけれども、うん、はい、現在ですね、東京拠点に国内外で大活躍されています、はいはい、神楽部へ、それから忍部への奏者であります、はい、琴さんに今日はスタジオにお越しいただいております。はい、ようこそ。こんにちは、ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいです ね、 ね、こう生演奏を目の前に聞くっていうのはね、もう鳥肌が立ってます私。そうですね、もう素晴らしい。が震えますね。震えますね。震え音色と言ったらいいんでしょうかね。で、琴さんのですね、プロフィールを簡単にご紹介していただけますか。あ、そうですね、はい、広島ご出身で、はい、5歳の時から、神楽部を始めてらっしゃるんですね、はい、それから小学校中学校で、はい、吹奏楽部に所属して、はい、フルートを吹いて、はい、まあ、いろんなですね、賞を取られたり、うん、してですね、はい、そしてまあ19歳から、忍笛を独学でですね、はい、なんと独学なんですね、で学びまして、はい、いろんな楽器とコラボレーション、はい、しながらそういった展開をされていると、はい、そして現在国内外、海外でも大活躍、ということなんですね。このすごいお若いですよね。でこの忍笛とかが、あの神楽笛を始める、はい、なんかきっかけがございましたですね。きっかけはですね、私の父親ももちろん広島出身なんですけれども、はい、広島の北の方に行くと神楽がとっても盛んなんです、はい、でその、 神楽団に父親が所属しておりまして、はい、5歳ぐらいからこの笛を吹き始めて、はい、今に至るという感じです、はい、5歳からって分かるものなんですかね。とりあえず身近に楽器が置いてあったので、うん、こうフーフーって吹いてみたら音が出たので面白いなと思ってフーフーとフーフーってやったら出るなと思ってあ、なるほど、始めました、ね、はい、おもちゃのような感覚だったんですかね。そうですね、もう、おもちゃみたいなもんですね。なるほど、はい、今目の前にたくさん の、はい、笛がございますね、はい、で先ほど弾いていただいたのは神楽笛ですよね。そうですね。で、はい、神楽笛と神楽笛と忍笛っていうのは違うんですよね、はい、ちょっと違ってまして、はい、見た目は本当そっくりなんですけれども、はい、神楽笛の方は穴が6つ開いてまして、はい、で忍笛の方は7つ開いてるんですね。1つ多いんですね、はい、で音階が違ってまして、神楽笛の方がこう古典的な音階で、はい、忍笛の方がドレミファの西洋の音階ですね、出てきています。はい、いや、実はですね、はい、リスナーの方、目の前にですね、うん、笛、素敵なですね、笛があるんですね、うん、まあ、色も素晴らしい。この後ですね、YouTube にアップしますので、ぜひご覧いただきたいと思います、たくさんのね、笛を持ってきていただいてるんですよね、はい、もう、白井さん、はい、どうですか、こういう女性なんかいや、嬉しいですよね。ねえ、この、だって若くして海外で日本の文化を広めてらっしゃると、うん、そうですよね、心強いですよね。そうですよね、今回ベルリンでちょっと演奏する機会があってやってきたんですけれども、はいはい、本当に向こうの方も聞く姿勢っていうのがやっぱりちょっと日本で演奏してる感覚と違って、もっとこうぐーっと入って聞いてくれるような感じがあって、それでまたこう日本のものだからとっても喜んでくださって、もちろん着物を着て演奏したんですけれども、はい、はい、すごく喜んでいただけたようでよかったです。はい、いいですよね。で今素敵なちょっとブラウスを着てらっしゃいますね、はい、これも実は着物で作られたブラウスなんですけれども、はい、これは知り合いのドゥジャスティスという会社があるんですが、そこで作ってらっしゃるもので、はい、やっぱり日本のいいものを世界に広げたいっていう思いで作ってらっしゃるので、今日はぜひこれを着ていきたいなと思って。わー、はい、やっぱり和ですね。和ですね。今ちょうどお召しになられてる模様がですね、花ですかね。花ですね、菊の花ですかね。はい、よくほら、お着物にこういう柄があるんですね。沖縄の紅型なんですけれども。そうです、紅型ですね。そうですね。とても綺麗なカラーですね。ね、色もすごく綺麗ですよね。似合ってらっしゃる。そうですね。いやー、やっぱり素晴らしい。いいですよね。そうですね、うん、で今後のですね、活動なんですが、はい、もう今年もこれでちょっと終わりです、はい、終わりですっていうか、あと何日かでね、そうですね、はい、2011年も終わりになります、うん、はい、で、ま、今年もしくは来年のですね、イベントもしくは、はい、
こういうことがあるからぜひ聞きに来てっていうのがもしございましたら、はい、はい、そうですね、うん、明日なんですけれども、はい、浅草の木馬亭で1時半から寄席があるんですね、はい、でこれ音楽家ばかりが集まった、はい、とっても面白い寄席で、私も一席いただいておりますのでぜひ、見に来ていただけたらと思います。はい、はい、年忘れ演芸、はい、演芸 音楽会ですね、はいはい、で、あと1月7日土曜日ですけれども、こちらは新州邦楽スペシャルワッショイというタイトルで、はい、JR 総武線の亀戸駅のカメリアホールにて、私がリーダーを務めております、はい、邦楽ユニットジューンという、これは私の忍部、そしておこと、それから和太鼓の3人の女性のユニットなんですが、そのコンサートがあります。オープンは、2時半、そしてスタートするのが3時からで、予約は3000円で、ご予約いただけますので、私のホームページなどチェックしていただけたら、はい、はい、そうですね、タイトルがワッショイですか。そうです、はい、新春邦楽スペシャルワッショイの和が、和風の和ですね。あ、いいですね、はい、あ、いいですね、はい、これ何曜日になるんですかね。あ、これ土曜日ですね、土曜日ですね、はい、あ、ごめんなさい、土曜日ですね、はい、はい、行きたいですね。行きたいですね。またその年末を締めくくるにも、うん、和で、締めくくり、そして和でスタートするという、はいはい、いいですね、日本らしい、素晴らしい、いいですね、明日の予選も本当は行きたいですね、はい、幕張ってぜひチェックしましょう。チェックしたいですね。はい、そうですよね。お願いします。はい、で、コトちゃんのですね、コトちゃんって言っていいのかな。もういいですよ。もうね、ください。なんかね、もうね、はい、お顔を見ると、コトちゃんって言いたくなるような可愛らしい、ね、素敵な女性ですね。笑顔がとても素敵な方ですよね。はい。コトちゃんのですね、ホームページのですね、ご案内をしていただければと思うんですが。あ、はい。はい、私のはですね、ふえこと .com で出てまいりますので。はい。ふえこと。ふえこと。ふえことですね。はい。ふえこと .com で。ふえこと .com で。検索していただいて、はい、そうですね、そちらにはライブ情報ですとか、はい、ブログですとか、はい、ことさんの情報がたくさん詰まっておりますので、ぜひ見ていただければと思います、ね、そうですね。